どうも小走りです。今日はですね、先日なんと北野内志達さんとコラボをさせていただきました。ありがとうございます。結構前に私の挨拶66連発で可愛い貯金をねしてくださって、でクリスマスの時に貯まったお金でプレゼントっていうね動画を北野内志達さんが上げてたんですけど、クリスマスあたりはちょっとまあいろいろやっていたので出ることができなかったんですけど、年明けにねなんとコラボさせていただくことになりました。本当にありがとうございます。でなんとこの間のコラボでもらったプレゼントなんですけど、でもこの3つをいただいたんですけど、トリュフが入ったサラミと、あとラングルセロっていうナチュラルチーズなんですけど、なんかこのチーズがくぼみがあるんですけど、そこにシャンパンとか白ワインとかを入れて食べるチーズらしいんですよ。最高のお酒のおつまみをいただいて、もう一つが本当にすごくて、ルイロデレールっていうスパークリングです。箱がしっかりしてて、しかもねここを押すと開くんですよ。じゃん、すごくないですか。これはすごいや。こちらをいただきました。なんかかっこいい。どうしよう。これを今回は飲んでいこうと思います。開けますね。あー、いけるかな。失敗したくないな。え、なんだろう。え、なに、なんかミシって言ったからこれ壊れたかと思って抜こうとしたら抜けちゃった。疲れた。飲みます。よし、はい、ではちょっと飲んでみたいと思います。乾杯。おお、おいしい。結構シャンパンとかって酸味が強すぎるものとかたまにあるんですけど、これ酸味強いけどすごい飲みやすいです。ね、すごいおいしい。これは絶対サラミが合う。サラミ切ってきます。はい、作ってきました。チーズの方がねちょっとへこんでしまったんですけど、なんかもうトリュフのサラミ切ってる時めっちゃいい香りで、薄くても美味しいだろうなと思って薄めにねスライスしてきました。絶対美味しい。これサラミいただきます。うまっ、やばい、美味しい。うまっ、あー最高です。こんな美味しいんだ。いやー、めっちゃ美味しい。ハマる、これ。いや、お酒飲む人絶対買った方がいい。次、じゃあ、チーズをいってみたいと思います。ちょっとこのまま注いでいきます。うん。食べ方合ってるかな？ほんの少しをいただきます。とりあえず。え、めっちゃ美味しい。匂い結構癖が強いんですよ。だからブルーチーズみたいな感じで結構食べにくいのかなと思ったんですけど、めっちゃ美味しいです。なんか本当にシャンパンと合いますね。なんかどっちも人生で食べたことないものだったから本当に嬉しいです。てかこれサラミの上に乗せても絶対美味しいやつだ。すいません、手でいただきます。美味しすぎる。シャンパンってでもこんなに酔い回るんですね。泡だからかな。やばい。トールさんとアニちゃん以外コラボをしたことがなかったので、めちゃめちゃ緊張してたんですけど、この言ってた緊張ほぐしタイムがあって、なんとか動画をね撮れました。もう本当に楽しかったです。で、しかもその北内さんのコラボ動画を投稿した日になんと50万人達成させていただきました。ありがとうございます。今回のプレゼントも100円貯金のものと、50万人もうすぐなので記念にっていただきました。そう、50万人様突破ということで、1年ぶりに質問コーナーをねしたいと思ってます。なので Twitter、YouTube のコミュニティで募集するので、よかったら質問があれば聞いてください。残りがねもうこんなです。ちょっともう最後の一口にします。飲みました。美味しかった。なんかもう全部が本当に今まで食べた中で一番美味しいんじゃないかっていうやつばかりで、すごい贅沢をさせていただきました。もう本当に美味しかったです。ありがとうございます。
あとね、その見てくださってる方たちもコメントとかすぐに反応してくださってありがとうございます。コラボとかも地道にできたらなと思っております。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。